はい、皆さんこんにちは。物販講師の黒沢です。少し前に生徒さんとタイのバンコクツアーを開催した際、宿泊先のホテルのバルコニーでネット物販をやっている9割のセーラーがなぜ堅実に稼ぎ続けられないのかっていう動画を出させていただいたんです。そちらの反響が予想以上に良くってですね、今回はネットビジネス全体について私が考えている見解について話しさせていただきたいと思います。こんなネットビジネスの発信者だとかマーケッターには騙されるなっていうと語弊があるかもしれないですが、ネットビジネスの大半の人たちって人より金の人たちなんですよ。その中で堅実にやっている少数のお金より人、長期的に人と人との信頼関係を構築していこうって思ってる人も確かにいるっちゃいるんですけど、本当少数派なんですね。セドリだとマルさんだとか、本当に各業界に一人二人ぐらいしかは、私が無知なのもあるかもしれないですけど、本当に少ないんですよ。だから今回は私自身が自分自身は三方よし堅実っていうのを前面に出してというか、自分自身も体現して地味に地道にやっている人間なので、その人間から見てこういうネットビジネスの人たちにはマジで気をつけた方がいいですよっていういくつかの共通点っていうのがありますから、それについてなるべくわかりやすく説明させていただきます。まずその前に、ネットビジネスがなんでそもそもそんなうさんくさい人だとか人より金だとか自分のことばっか考えてるようなお山の大将俺一人後から来るのは夜ばかりタイプの人間がのさばってるかと、旬動してるかという、その原因について話をします。ネットっていうのは物ごっつい威力があるんですよ。それは SNS の拡散性と理念なきベンチャーの人たちがもうガンガン進む、もう目先のことばっか自分のことばっか考えて進む、この悪い意味での勢い、この2つっていうのがガチャンって組み合わさるとものすごいパワーを生み出してしまうからなんですね。例えば SNS の拡散性って例とすれば、無名のもうフォロワーも何十人とかしかいない無名の人のツイッターが大炎上することってありますよね。これってこの人がすごいんじゃなくって SNS の拡散性がものすごいから大炎上してしまうっていうことなんですよ。またこの理念なきベンチャーって言葉は私の担当弁護士の安川さんがおっしゃった言葉を拝借してるんですけど、会社には理念、別の言葉で言えば信念がある会社と信念がない会社っていうのがあるんですね。で、信念がない、理念のない会社っていうのは見てくれを良くすることにはめちゃめちゃ長けているんですよ。だから一見過ごそうっていう状況を作り出すことがうまいんですね。映画の撮影セットみたいなもので、ある一方向から見るとうわめっちゃ過ごそう、何この豪華な建物って感じるんだけれども、裏回ってみるとただもう骨剥き出しで鉄筋剥き出しでもうぐちゃぐちゃみたいな、ただこっち側だけから見るためのに作ったような建物ってあるじゃないですか。撮影セットというか大道具というか、まあそんな状況っていうのを巧みに作り出しちゃって、それを SNS の拡散性に乗っけてブワって出してるので、凄そうにしか見えないっていう状況を生み出すことができるっていう話なんです。さて、もうちょっと掘り下げて説明していきます。SNS の拡散性の恐ろしいところっていうのは、私が IBS という1000人規模のネットビジネス塾に入った際に、与沢翼さんというネットビジネスの、まあ当時トップというか今もトップというかね、その方の会社の社員さんと飲んでいて、ふと話したことなんですけど、ネットビジネスって実力以上に稼げちゃうんですよねってボロッとその人が言って、ですよねみたいな感じで二人で話してたんですよ。お酒ちびちび飲みながら。で、それはどういうことかっていうと、ここに分かりやすく図で出しました。この理念なきベンチャーがハリボテの建物を一見すごそうにドカーンって出したとしますよね。例えばすごいホームページを作るだとか、ランディングページ LP と呼ばれるメルマガに登録してくださいみたいなページ、豪華なものを作るだとか、一見すごそうなプロモーション動画を撮るだとか、一見すごそうな見てくれだけかっこいいビジレイクだとか、妖刀クニックって四字熟語だと言うんですが、一見とにかく凄そうな言葉を押し並べるだとか、そういった状況で、うわ、凄そうだって思った人が10人、例えばその高額の商材だったら商材を買ったとしますよね。で、買ったはいいんだけれども、実際中身見てみたら、まあ、ハリボテなんで、もう内容も全然ないし、教育をする気もないと、まあ、サポートがずさんだとかね、それで10人離れたとするじゃないですか、離脱したとするじゃないですか。しかしながら、SNS の怖いところって、この10人が入ってなんじゃこれって言って離脱して、この人たちがブーブー言ってる間に次の過ごそうって考えている100人が入るんですよ。
で、こういうふうに見てみると、10人入って10人抜けて100人入るんだから、90人分しか儲からないじゃないかって思うかもしれないですけど、違うんですよ。110人分儲かるんですよ、このシステムだと。どういうことかっていうと、過ごそうって思った人が商材を買ったタイミングがキャッシュポイントなんですね。お金が発生する、収益が発生するポイントなんですよ。だから、離脱10人したところでキャッシュポイントはちゃんと10人分も確保してるわけですね。お金10人分もらってるわけです。で、10人入って10人抜けようが、その後それ以上にどんどん人が入ってくれば、どん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 加算的に収益っていうのが増えていくので、入って抜けたからといって、抜けても入って続けたとしてもキャッシュポイントが同じなんで、この人は儲かるんですよ。この理念なきベンチャー系のネットビジネスの発信者は儲かる。だから、この離脱者が多かろうが、どうだろうが、どうでもよくて、キャッシュポイントがいつ発生するかってことと、キャッシュポイントまでどう頑張って誘導するか。っていうことだけ考えていて、その後はずさんでも別に問題ないと。もうここに近づいてもらってガシャッと捕まえたら、もうあとは野となれ山となれっていう感覚で進んでいるので、この過ごそうと思った人が離脱するまでの間に、もう過ごそうって思った別の人がどんどん入ってくるっていうシステム、それが本当ネズミ公式にと言いますかね、常数的に増やせるのがこの SNS の拡散性の怖さなんですよね。その点ぜひご留意いただければ幸いです。具体的にはただ凄そうだからじゃなくって、細かいとこ見ていただきたいんですね。3点書きました。まず長い目で見て、ちゃんと技能とか、あとはマインド考え方っていうのが培えるようなシステムになっているのかどうかってことです。往々にしてこのキャッシュポイントだけさっさと掴んで、で、離脱してもどうでもいいって考えている人っていうのは短期的なことっていうのを訴えがちなんですよ。例えば誰でも簡単にだとか、楽してだとか、そういう言葉、このめんどくさいことを皆さんはしなくて大丈夫ですだとか、そういった、なんかね、すごい目先の利益だとか、目先の落差加減っていうのをアピりまくってる人って、往々にして長い目で見て、例えば物販だったら物販のセラーとしての技能を培おうとか、みんなで信頼関係を培おうっていう考え方っていうのが完全に抜けちゃってます。だから、長い目で見てそのシステム、その商材を利用して、自分の人生っていうのを豊かにし、それが永久続くのかと。永続性があるのか、恒久的なものなのかっていうのをちゃんとその視点で見ることが大切です。次にアンチマーケティング系をする傾向にありますよね。こういう理念なきベンチャー系の人ってどういうことかっていうと、 A はダメだから B をやりましょう、要するにあいつのこれはダメだから私のこれをやりましょうっていうのに言いがちなんですよ。ただアンチマーケティングって言い方悪いですけど、アホでもできるやり方なんですよ。だって自分と自分以外のなんかを用意して、で、自分のいいところで、かつ相手にとっては悪いところっていうのを見つけりゃいいだけなんで、何でもできるんですね。しかもアンチマーケティングっていうのは理論的に正直ズタズタで、例えば、この腐ったリンゴはダメだか、食べちゃダメだからバナナを食べましょうって言ったら、これは文脈的に合ってるじゃないですか。でも、腐ったリンゴはダメだから、腐ったバナナを食べましょうって言っても、アンチマーケティングって成り立っちゃうんですよ。要するに、あれはダメだからこっちやりましょうって言うと、一見こっちがいいものっていう前提で捉えがちなんだけど、こっちがいいかどうかって、別にあっちが悪いからこっちがいいとは限らないわけですね。あっちはあっち、こっちはこっちじゃないですか。例えば、背取りはダメだから中国輸入やりましょうだとか、中国輸入はダメだから、まあ、どこどこ物販やりましょうとか言ってる人いますけど、そういう人たちって、相手の悪いことは言うのは別にいいけれども、あんまりそもそも人の悪口ばっかり言うの良くないと思いますけどね。自分のそれがイコールいいところに繋がるかどうかっていうと、これ全く別の問題じゃないですか。だから別問題を一緒くたにしようっていう視点で、これミスリーディングを発生させているので、良くないやり方だと思います。で、三つ目、いいことだけ言うってことですね。このアンチマーケティングとも非常に似てるんですけど、物販って私よく言ってるんですけど、商品リサーチ一つ取ったって、初回の商品登録一つ取ったって、しんどいことたくさんあります。大変なことたくさんあります。思ったよりもしんどいです。っていうことをいつも言ってるんですが、往々にして理念なきベンチャーの人たちって、とにかく入れることに集中したいから、もううぞうむぞかき集めようとするんですね。その結果、あんまりやる気がない人でも楽して稼げるのであればやろうって人は、それは多いじゃないですか。楽して稼げるもんだったら、それはやってみっかって人多いじゃないですか。そういう人たちを収集したいわけだから、かき集めたいから、悪いこと言わないんですよ。いいことしか言わない。普通、私海外物販だったら海外物販のいいことももちろん言いますよ。というか、魅力的だと思ってから講師やってるんですから。ただ、デメリットっていうのも必ず存在するわけですね。じゃあデメリットっていうのを言わないかっていうと言うんですよ。その代わり、メリットがあり、デメリットもあり、デメリットに関しては、じゃあそれをどうやって、
解決していくか、リスクっていうのを軽減させていくかっていうところまで話すから、その海外物販だったら海外物販の全体像、芯も含めて話せるわけじゃないですか。でも理念なきベンチャー系の発信者っていうのは、得体の知れないものすら綺麗な包み紙に包んで売ろうとしてる人たちだから、いいことしかとにかく言わないんですよ。だからこの長い目で見てどうなのかっていう技能とか考え方を培えるのかどうかっていうこと、あとアンチマーケティングとか平気であれはダメだからこっちやりましょう的なことを言ってないかどうか、あといいことだけしか言ってないのか、ちゃんとデメリットも含めて伝えていて、かつそのデメリットに関してはその解決策も含めて話しているかどうかっていう、この3点のポイントでこの SNS の拡散性を利用したこの理念なきベンチャーかどうかっていうのを判別することができると思います。次に、理念なきベンチャーっていうのがちょっと分かりづらい言い方かもしれないので、もうちょっと話させていただきますね。先ほど説明した図に戻るんですけども、理念がないっていうことは信念がないっていうことなんですね。で、信念がないっていうことは実はその商売愛していないんですよ。じゃあ何愛してるかっていうと金なんですね。しかも自分に入ってくる金なんですよ。だからこの一見すごそうだと思って中に入ってみたら、近づけば近づくほど中のずさんさっていうのが分かっていきます。例えば社員の教育とか全然してません。だからいろいろな、なんていうんですかね、いろんなことは打ち出すんだけれども中身がズタボロになってくるし、時間経てば経つほどそもそも教育をしっかり受けてない人たちがずっと継続していくから、右肩下がりで、例えばまあ、代行会社であれば検品のずさんさとかがどんどん増えていっちゃったりするわけですよね。そういった内部の教育っていうのがうまくできてない。で、コンテンツとしても内容っていうのも実はずさんで、一見すごそうなことばっか言ってんだけど、綺麗事ばっかり言ってるので、実践的ではないっていうことですね。本来はリスクとかもしっかり伝えて、そこをどう払拭していくかっていうことと、物販に関しては、個別商品ごとにああだこうだって話し合っていかなきゃいけないんですよ。それをカリキュラムだけやってどうこうなるっていうことは絶対ありえないんですよね。その人その人によって進み方だとか、物販であれば選ぶ商品とかみんな十人十色ですから、それに合わせてしっかりと今節丁寧にちゃんと時間と労力、こちらも使って、講師だとかサポートする側が使ってやっていかないといけないのに、一見見てくれだけすごそうなコンテンツで中身や実践性っていうのがない、実用的ではないようなものっていうのをただ押し並べてるだけ、もう綺麗な映画セットをたくさん置いてるだけで全部裏側回ったらハリボテみたいな状況に往々にしてなってます。で、信念がない、理念がないっていうのは、まあもうすでにお伝えした通りなんですけれども、結局のところ、周りの人の幸せを考えていないです。もっと正確に言うと、自分の幸せって考えていいんですよ。まず考えていいんです。まず自分が幸せにならないとって感覚は正しいし、まず自分がお金を持たないと、例えば恵まれない人たちに、なんと何か一緒にやろうって言ったってお金必要じゃないですか。幸せは大切だし、幸せはお金で買えないものだけど、お金があることによってもっと幸せになることができる。お金っていうのは一つのパワーです。原子力だとか包丁と同じ。原子力を広島や長崎にバーンって落としたら、それはもう甚大な被害と大きな悲しみや憎しみを生みますけれども、原子力発電を適切に行って電力を供給すれば、こんな感じで我々が便利な生活を営むことができるわけですよね。包丁も同じで、それで料理をして美味しい料理を出せばみんな幸せになるけど、それで人グサって刺したら包丁は悪いもの。要するに包丁も原子力もお金も何もかも全て中立なんです。それをどう使っていくかっていうことが大切なんですが、そのどう使っていくかっていうことを考えていないというか、そのパワーそれ自体に、まあ一言で言えば自分自身がイカレポンチになってるんですよ。ラリってるんですよね、一言で言えば。だからそのお金のことばっか考えてる。だから一見皆さんのためにとか言ってても結局自分の金じゃんっていう感じなんですよね、一言で言えば。だから信念も理念もあったもんじゃないということばっかりかっこよくて SNS の拡散性に乗っけてわーって出してるからすごそうだし、信者も増えるし洗脳しやすいし扇動しやすいけれども、根っこ見てみたらブスって土から抜いてみたらもう根っこがもうちょっともうヒゲぐらいしか根っこがないんですよ。根が張ってないんです。根ざしてないんですよ。あの考え方が。っていうことも、しっかりとね、冷静に視観していただきたい。っていうふうに思います。これは別に上から目線で言ってるわけじゃなくて、自分も2012年、13年ネットビジネス参入時って、うわ、すごそうだなって思ったところにふわーって行ったし、もうほんと何十万円単位でお金払ったりしたけれども、あれって今思えばいい勉強にはなってるし、いい思い出なんだけれども、その時に、こういうね、
動画に出会っていればいいなって思えるような動画になるように今回話してます。だから過去の自分の二の舞になっていただきたくないっていう思いはあります。ただそれも今は全て自己責任なんで、誰が彼がっていうつもりは全くないですよ。全て勉強になったから今こういうことを言えるわけなんで、その点はね、誤解のないようにお願いしたいと思いますが、とにかく理念がなければ、信念がなければ、教育もままならない、内容もカツカツ。で、その結果何が生まれるかっていうと、顧客満足度や社員満足度っていうのがないってことです。顧客満足度がないっていうことは離脱されていきますよね。でも離脱何人しましたなんてわざわざ SNS で言う人いないから、ここって中の人じゃないと、自分が体験した人じゃないと分かんないんですよ。分かんない。だからここに関してはもう SNS で見事に隠すことができる。言わなきゃいいだけの話なんで、何人入りました、何人入りましたって言って、何人抜けましたって言わなければ、ここ分かんないところだから、で言わない。それは言うわけないですよね。自分にとってキャッシュポイントを増やすことっていうのが目的なんだから、自分の金が目的なんだから。で、社員満足度に関してもこれ内部の人じゃないと分かんないじゃないですか。例えば有能な社員がどんどん流出するってパターンよくあるんですよ。私ネットビジネスのプロダクトローンチっていう、それこそ1億円規模のキャンペーンっていうのの裏方をしてたんでよく分かるんですけど、そこのマーケッターの会社の人たちって社員さんがもうボンボン辞めていくんですね。それこそ2ヶ月とか3ヶ月単位でボンボン辞めてって、今誰がこのマーケティングの会社の担当なのってこっちが分かんなくなるぐらい、いろんな人がどんどん抜けては入り、入っては抜けてしてるんですよ。でもこれって本当裏側の話じゃないですか。だから一見分かんないんですよ。分かんないところだから、本当に分かんない。だからそういうところに関してネットビジネスの発信上、ああだこうだってね、いいことずくめで言っている人たちの裏側で何が起こってるかって、その中入ってみなきゃ分かんないんだけど、その中入ってなんだこれって思ったところでもう眼中にないんですよ。その人たちのなんだこれって文句言うんだったらやめたらいいじゃないですかと。返金はしませんよと。そんだけ。だからそういう状況になれちゃうから、そういう状況がまかり通りやすい環境づくりができちゃってるんですね。ネットっていうのは。だから自分自身はこういった講義動画もそうなんですけど、なるべく普段のね、筋トレしてる動画だとか、へったくそなドラム叩いてる動画だとか、あれめちゃめちゃ低評価多いんですけど、なんでそういった動画を出してるかっていうと、この、なんだろう。目の前にしてね、ホワイトボードを目の前にして、下り顔で話している、こういう動画だけではなくて、もっとナチュラルな部分っていうのを出した方が、むしろそれっていうのが本来の信頼性とかにつながるんじゃないかなっていう考え方があって出してるんですけどね。低評価多いんですけどね。でもそういったスタンスでやっていくしか本来はないと思うんですよ。でもいつもいい顔して、こんなね、こんなもう、どうも、みたいな。皆さんもすぐ稼ぎましょうよみたいなね。お前しゃくれてんだけど、もう心の中しゃくれて歪んでるんだけど、もう口ばっかりでいいことばっかり言う人がどんだけ多いか、ほんとそういうの気をつけていただきたいなと思って長くなったんですが、今回こういう話させていただきました。最後のまとめです。今回の内容っていうのは誰が彼がっていうことを言いたいんじゃなくて、ネットビジネスの中の大方の人っていうのは、本当にお金、人よりも金みたいにうわーってなってる人が多いんですね。ただお金を否定してるわけでは決してなくて、お金があった方がモテるし、もっと幸せになれるし、もっと周りを幸せにすることだってできるのは確か。だからお金が欲しい、もっとお金持ちになるんだって思うのは全然悪いことじゃないんですよ。ただその思いとうまく共鳴、共振動をさせて、理念なきベンチャー、人より金の人たちが SNS の拡散性を利用して、うわーっとネットビジネス上でのさばっているっていうのが、正直ね、不自然極まりない、かつ気持ち悪いなって思っているので、そういったしがらみがない自分、まあ珍しいタイプだと思うんですよ。普通はネットビジネス上のいろんなしがらみがあるんだけど、自分はコンサルタントとして独立していて、代行会社も必ずここって決まってるわけじゃないし、なるべく良いところを生徒さんに合わせて仲介していくっていうスタンスだから、どこの会社とも取引先とも癒着してないからこそ言える自分が精一杯言えることってこれなんじゃないかなと思ったので、今回話させていただきました。だから海外物販やりましょうっていう話ではなくて、皆さんが今後ネットビジネスっていうのは興味、まあ今持っているからこれご覧いただいてると思うんですよね。で、それ自体は素晴らしいことだし、自分も学習塾の主任講師をやっていた時に、なんかもう精神的に廃人になりかけた状態でネットビジネスを藁をもすがる思いで見つけて、で、当時 IBS っていう
ていう1000人規模の塾に入ってアフィリエイトだとか、あとは YouTube のコンサルタントだとか、あとは SNS の Twitter のコンサルタントだとか、まあいろんなことちょこちょこやってたんですよ。で、例えば YouTube のコンサルタント30万円でお客さん、受け負ったりだとか、ツイッター関係のコンサルタント55万円で受け負ったりだとか、そういうことをまあしてた時代もあるんだけれども、あの頃もあの頃で、なんか自分これちゃうなとか思いながら、でもこういうことしなきゃいけないのかなと思って、せっかく人生を変えようと思って始めたネットビジネスの中で、周りの人からこうしなさいって言われてるから、あ、こうしなきゃいけないのかなと思って、違和感のあることっていうのをやり続けてた。で、あの時代は無駄ではないけれども、現在堅実な物販というね、もちろん在庫あって自分で在庫をコントロールして FBA に商品を入れる中国、アメリカを主体として、今後はセツさんと、まあ、例えば対アメリカだとか、対日本だとか、そういうこともやろうとしてます。あくまでも中国、アメリカですよ。中国物販が私のこれまでの主眼でもあり、今の主眼でもあり、これからも一生中国、アメリカを主軸としてコンサルティングを行っていく所存なんですけれども、とにかく物販に出会うまでに結構長かったんですね。何年もなんかもがいてのた打ち回って、もうなんか、って状況になっちゃったんですよ。もうそれこそ何百万もいろんな塾だとかコンサルだとかそういうことにお金払ったし。だから、今思えば、もうちょっとそこショートカットしてもよかったんじゃないかなと。でも当時はできなかった。それが精一杯の自分の動きだったからね。3日に一度、ネットビジネスの何かしらのパーティーとかに顔を出して、どうもーって言って、上の重鎮の人たちにごますりすり、へい、どうも、黒沢、厚紙でござんつ、みたいな感じで、ごますってた時代も正直ありますから、そういう自分の軌跡ですね。今までのプロセスも含めて、このネットビジネスについて皆さんが今後視観して俯瞰的に上から眺める姿勢っていうのを身につけていただくことで、まあ物販、最終的に海外物販やられるかどうかは別として、もっともっと自分の、目的、自分らしさですよね、結局。自分らしい人生だとか、人生の居場所、そういうものがより早く見つけることができるんじゃないかなと思ったので、こういう話をさせていただきました。最後までご清聴ありがとうございます。失礼いたします。